撮っていきたいなというふうに思っているんですけど、そうですね、いつもは目で見るこの風景、まあ一方方向でしかずっと見てないんですけど、それでもここの風景が、好きでして、長山の、豊かなこの、わかりますかね、豊かな田んぼ、自然とは言いません、農村地域なんですけどね、ここは非常に、空気も良いのではないかなと思います。で、割とこの私の散歩コースは人があまり来ない、なのでこうやって喋りながら、撮影が可能だなということをちょっと思いまして、来ております。向こうにですね、向こう側にこっち側ですね、こちら側にはピップの方面が見えますね。トーマピップって言ったらいいんでしょうね。ぐるりとこちらですね、こちら側には見えるかな、こちらは高瀬末広の方ですね。旭川は山に囲まれた町ですので、このようにぐるりと360度山に囲まれています。盆地、特有の夏暑く冬寒いという地域です。京都とかと同じと聞きます。京都もこのような感じの山でぐるりとなっているんですね。今シリが勝手に喋りましたけど、このように旭川は夏は暑いんです。体感ではもう30度超えてるんじゃないかと思います。気温は実際見てみなければわからないですけれども、セミの鳴き声も聞こえています。去年はですね、熊の出没が相次ぎまして、熊の目撃情報が相次いでといいますか、それでこういう堤防プチもですね、入らないでくださいとか、なんかクマ出没しましたラインみたいなのが引かれていたんですけど、今年はそういうものがありませんね。不思議な感じです。人がコロナを受けて、動くといったところで、クマも出てきてない、そうなのかもしれません。今ですね、ちょっとした会社さんの前を通って人がいまして、一人でぶっちゃぶっちゃって、なんだあいつはというような感じに思われたかもしれません。まあ、良いとしましょう。残念ながらですね、今日は大雪山が雲に隠れています。今日、旭岳に行かなくて正解だったかもしれませんね。登ったとしても雲、もしかすると雨に当たってたかもしれません。昨日は夜ポンチョを探して、本気で行こうと思ってたんですけどね、突然足のことを思い出しまして、そういえば腓骨筋が腱鞘炎になってたんだ、そんな状態で行って、行くって言ったらさすがにね、妻からは何を考えてるんですかと言われてしまうなと思いまして、やめました。はい、さあそんなんで、この晴天、ちょっとまた Vlog をですね、いろんなテーマに沿って話していきたいなというふうに思います。